down to wonders and dawn.はい、こんにちは。今日はネックロールを練習します。ネックロールはまずステップから、1の足は左足、右、左、3ステップターンで半円を描くようにして、ステップします。はい、幅は肩幅です。バトンは首の付け根を左、右、左、右と、足が出るタイミングと同じに右の付け根、左の付け根、首の付け根を回ります。1でバトンを入れた後、右肩からバトンが少し見えます。バトンが見えたら2の足を出しましょう。2のバトンは半円を描きながら3に行きます。それから2の時に半円を描くようにするには、一番初めにバトンを入れる時に斜めに入れます。水平に入れると頭にぶつかります。なので斜めに入れます。斜めに入れることによって2の時に半円を描いて頭の上を綺麗に越していきます。そして、首に、バトンが乗るので、角度はバトンが背中に落ちない角度で前に体を倒します。1回転しかやっていないので、これを連続してできるように練習してください。アシスタントはゆうねちゃんでした。頑張って練習してね。Thank you for watching my video. I'll be uploading more baton twirling instructional videos in the future. If you like the video, please leave a comment, press the like button, and subscribe to my channel. See you soon!